こんにちは、CR 映像坂まっちゃんです。今日はこのエアロの何センチ落ちてるか、はい、検証を、ね、測っていきます。今回は SX のスティングレイパネル、スティングレイパネル、はい、じゃ標準ボディ用です。あ、これノーマルのバンパーの下についてるやつですね。そう、ノーマルバンパーに直付けするやつで、はい、じゃあ今回標準ボディ用なんで、はい、ワイドはまたちょっと変わってくるんで。あ、そうなんですね、はい、ほんなら標準ボディのどれぐらい下がってるのかと出幅とも、はいはい、測っていきましょうか。そうですね、まずどれだけ下がってるか測りましょうか。はい、大体下がり幅が4センチぐらいですね、はい、純正のバンパーから、純正バンパーから約4センチ下がり、はい、はい、下がってます。はい、で、次これちょっとしゃくれてる感じですもんね。ちょっとでもあるんで、はい、出幅大体 3.5、 出幅が 3.5、はい、ぐらいですね。はい、です。で、他がちょっとこれ跳ね上がってますもんね。そうですね、横はこのフリッパーみたいな感じでちょっとだけ上にね、上げて、はい、はしてます。あ、そうですね、うん、まあ、横の横もちょっと、ね、下がってるんですけど、はい、だいたい下がり幅 5.5 5.5 6センチぐらい、だいたい。あ、まあまあ下がってますね。そうですね、このタイヤの近くに行くほどちょっと下がってるんで。あ、はい、これって素材って FRP でしたっけ。これ FRP です。 FRP ですね、はい。ほんならあれですね、例えば車高結構低くてこれつけてる人やったら遠赤だけ気をつけてもらわないとね。そう、遠赤はちょっと気をつけてもらって、やっぱ引っかかったりしたら多分割れちゃうと思うんで。はい、はい、で、このスティングレイパネルなんですけど、はい、パネルっていうぐらいから、はい、普通のリップとちょっと違う。あ、何が違うんですか。パネルなんで下までガバッと被ってる。あ、そうなんですね。はい、一回ちょっとリフト上げるんで、ちょっと下見ていただいたらなんですけど、はい、まあ、アンダーパネル。あ、結構でも被ってますね。そうなんです。で、乗ってる方は分かられてると思うんですけど、はい、この辺ってガラ空きじゃないですか、ハイエース。そうですね、やっぱり高速走ってる時とか、まあまあ見えへんけど風こう巻くじゃ巻くんで、はい、その分全然なくなって、はい、安定感とかね。あ、その空気抵抗にもちゃんとしっかりしてるっていう、はい、そういうのがあるので、はい、おすすめなのはおすすめですね。でもね、いいですねこれ。そうなんです。仕事で使われてて、はい、結構どこに入っていくか分からへんっていう、ね、方多いと思うんですけど、はい、結構仕事で乗って行っててフロントリップ割ったっていう人とかね、結構見てはるんですけど、はい、フロントリップに比べたらだいぶ下がり幅も少ないんで、はい、やっぱり擦りにくいし割れにくいっていうのはあるかなと思うんです。いいですね、まあ、はい、こうやってね、塗り分け塗装もできるから。そうですね、塗り分けはみんな結構されてて、うん、で、だってこの見えへんところにもこうやって黒に塗り分けるっていう見えないところへのこだわりとか。あ、これいいですね。そうなんですよ、うん、やっぱこうやってするのはやっぱりどうしても擦ってるみたいなんですね。まあまあまあ、そうですね、はい、これが効いてるな。はい、普通のフロントリップよりは全然するのはマシなんで、はい、その分薄いんで、はい、なと思います。ほんなら今回は、はい、ナローのスティングレーパネルの検証動画ということですね。ナロー用スティングレーパネルの紹介です。はい、ありがとうございます、はい、